オリビエ・ブザンスノ、オリビエ・ブザンスノは、フランスのトロツキスト政党で、国際革命組織第4位インターナショナル、統一初期局フランス支部である革命的、共産主義者同盟から2009年2月に移行した、反資本主義新党の左翼活動家である。現役の郵便局員で、戦闘的労働運動を標榜する労組連合体である主導 PTT にも所属している。 2002年フランス大統領選挙に革命的共産主義者同盟から立候補し120万票を獲得した。2007年フランス大統領選挙に再び革命的共産主義者同盟から立候補し149万8581票を獲得し12人の候補者中5位となった。フランス社会党以外の左の左と呼ばれる左翼諸政党の中では一番。 多くの得票を得た。オリビエ・ブザンスの1974年4月18日、パリ成功のオードセーヌ県ルバロワペレに生まれる。父ミシェル・ブザンスのは、教師、母は、学校臨床心理師である。1988年14歳で、LCR の青年組織である、革命的共産主義者青年に所属。高校生運動の活動家として、頭角を表した。 パリ第10大学で歴史学を専攻。パリ第6大学で現代史に関する研究で修士号を取得する。大学で歴史を学ぶ傍ら、スーパーマーケットで労働総連合、コンフェデレーション・ジェネラル・ジュ・トラバーユの支部を設立し、勤務した。1991年、LCR に入党する。1997年からヌイー・シュルセーヌ地区の郵便局員として勤務している。 また、フランスの労働組合シュット PTT のメンバーにもなる。なお、1999年から2000年まで欧州議会議員となったアラン・クリビヌ・アラン・クリビヌの秘書を務めるためとして郵便局を給職している。2001年と2002年にはポルトアレグレで開催された世界社会フォーラムに参加した。2002年大統領選挙に LCR から立候補した。 ブザンスノは立候補当時27歳で全候補者中最年少であり、フランス大統領選挙史上最年少の候補者として注目された。120万票を獲得した。18から24歳までの青年層の間では、ブザンスノ候補の得票率は16人の大統領候補中、ラクの15.7%に次ぐ第2位の13.9%で、 左翼諸政党の中では、第一位であった2007年大統領選挙に再度、立候補し、ナンバーズ・バイズ・バレント、プラスクルール・プロフィッツ、僕たちの人生は彼らの収益よりも価値がある。オスローガンに、反神自由主義、反グローバリズムを展開し、富の再分配、大企業のレイオフの禁止などを主張した。選挙戦では、その演説の巧みさから、青年層を中心とした支持を得、 150万票を、得票し12人の候補者中5位につけて、大検討した。第2回投票では、社会党のセゴレーヌ・ロワイヤルへの投票を呼びかけている。アラン・クリビヌ、ロゼリーヌ・バケッタ・ロスライン・バチェトと共とに、LCR のスポークスマンを務め、トロツキスト政党である、LCR のメンバーであるにもかかわらず、自らの思想的立場を、トロツキストというより、ゲバラ主義者に、 近いと語ったことが話題となった。現在、2009年2月に指導した反、資本主義新党の指導部である全国政治評議会のメンバーでメインスポークスパーソンとして活動する。しかし、2011年3月末に行われたフランスの県議会議員選挙後の4月4日にメインスポークスパーソン職をミリアム・マルタンとクリスティン・プーパンの2人に引き継いだ。また、 2012年実施予定の大統領選で、現職大統領、ニコラ・サルコジの有力対抗馬になりふる存在と目されていたが、5月初頭に2012年の大統領選には立候補しないことを明らかにした。ありがとうございます。